妹さんの部屋ですね。コンコン。部屋の中からハイと、気だるい感じの女性の声が、聞こえてきます。ガチャリと開くと中からギャルっぽい感じの、子が出てきました。すいません。私、赤星さんの件について捜査しているものなんですけど。助手です。彼の。彼女は短いスカートを、履いてるんでわかるんですが、足首を捻挫したのか、包帯を巻いてます。あら。足首どうされたんです？え、ああ、彼、いえ、なんでもないです。もしかして、赤星さん、赤星さんを蹴りつけた時の。まあ、ちょっと喧嘩しちゃって。それで、あなたたちが、彼の殺人事件を。そうですね。だったら、早く犯人を見つけてほしいんですけど。第一発見者があなたと聞いているんですが。ええ、私です。その時の状況を教えてもらえませんか？どんな風に見つけたのか。昨日の夕方、彼に会いに行ったんですけど、追い返されて。追い返された？今は、お前と会うような気分じゃないと言われて。ほほう。彼、言い出したら聞かないタイプなんで、しょうがないなって思って、その日は部屋に戻ったんです。そして今朝になって、いつも、私がご飯を作って届けていたんですけど。リア充か、リア充だったな。今朝は、ノックをしても返事がなくて。あれ？と思ってドアを開けたら、彼が、彼があのような、干からびた姿になっていたと。はい。あの死体が彼だと、断定できたんですか？それはどういう意味ですか？見て、すぐに彼だと分かったんですか？干からびていても、特徴とかは分かります。彼、腰の後ろのあたりに、あざがあるんです。キキさんも見たような気がします。じゃあ、あの死体は、本物の赤星さんなのか。それで、その後にお姉さんが来たんでしたっけ？はい。私が悲鳴を上げていたら、カナがやってきて、警察に、通報とか、私を部屋に連れて行ってくれたりとか。あとは、もう部屋に閉じこもって震えていました。昨日の夕方、ドタバタ言う音や窓の開閉音、あなたは聞いてますか？ええ。彼の部屋からバタバタ暴れるような音がして、それからしばらくして窓が開くような音がしました。おう。バタバタした後に窓が開く音がしたと。なるほど。あれ？そういえば、なんで赤星さんの部屋に鍵がかかってたんだろ？現場を保管するために、カナに、姉に鍵をかけてもらいました。合鍵をお持ちで。当たり前でしょ。なるほどね。なるほど。こういうの聞くのもあれなんですけど、シャワー貸したりしました？シャワーですか？僕も、女性にシャワーを借りることが時々、いや、失礼。ニコ。笑いかければ済むと思っている。貸し借り自体は、まあ、付き合っているので。でも、ここ2、3日は、部屋に閉じこもって会ってくれなくて。ここ2、3日、ずっと閉じこもっていた？ほう。その間は暴力的になることも多くて。なるほど。それは、このアパートの住人全員に対して？ええ。彼は、その、ちょっと不器用なので、ついつい手が出ちゃうとか、そういうタイプなので。典型的なダメンズだな。分かってあげられるのは、私だけだなって思って。カナは、きっと、そういうところが、よくわからなかったんだなって。お姉さん、カナさんの方も、昔、赤星さんと付き合っていたと、聞きましたが。でも、今、愛されているのは、私の方なんで。キーパー、カナさんは、バスケットボールの選手だったじゃないですか。花さんの身長ってどうですか？お姉さんに比べて。お姉さんに比べれば低いですね。普通サイズです。二人ともバスケをやっていそうだとか、そういう感じではないんだね。多分妹さんは、スポーツより大学で合コンとかやってるタイプじゃないですかね。今のは、かなり偏見の入った説明だったわね。ご協力、ありがとうございました。何か気づいたことがありましたら言っていただけると、捜査の助けになりますので。絶対に犯人を見つけてください。お任せください。それと、足の方、まだ医者に見せていないようでしたら確認することもできますので。大丈夫です。医者にはちゃんと見せています。それはいつのお怪我です？一週間くらい前かな。でも、これは、私が、彼の気持ちを汲んであげられなかったからで、彼のせいじゃないんです。ありがとうございます。と言ってそこを離れます。もう大丈夫ですか？バッチリングなんで。ポンデリングなんで。キキさん、今のセリフ、もう一回いいですか？マッチリング。ではドアを閉めたところで決めセリフをどうぞ。少しずつ、ピースが揃ってきたようだな。お姉さん、リアクション。リアク。クキ先生、それは本当ですか？クキさん、白衣をバサってやりながら廊下を、歩いてください。バサ。カツカツカツ。はい、ここで場面転換入ります。
ババさんから鍵を借りたい機械倉庫の方です。田中さん、肉体労働よ。私の得意分野ですね。ここか。見た方が早いって、何なのかしら。倉庫の中は雑多な雰囲気なのですが、奥に行けば行くほど奇妙なものが、目に入ります。検察が使うような白い手袋とか、長いロープとか石のようなものをたくさん詰めた布袋、あとはバールのようなもの数本と、ハンマーがいくつか、何に使うのかくわ。極めつけはアタッシュケース。アタッシュケース、開けます。コンバットナイフが5本入ってます。使用の痕跡はありますか？目星、お願いします。コンバットナイフ5本のうち1本に、血が付着していたものがありました。私は、死体を見ているのだけど、傷が一致するかどうかをイメージできるかしら？一致するように思います。あの傷口はナイフか何かだろうな、と思いました。キリコさん、ナイフを見つけて何か一言。これがここにあるということは、つまり、田中さん。つまりこの荷物を送りつけた人間が犯人です。指紋を調べれば一発なんでしょうけど、警察が来ていない今その手は使えない。指紋取りますか？そういうのもあるんですか？アルミの粉くらいならすぐにでも。使いましょう。指紋を取るとナイフの束に、残されているのは一人分の、指紋でした。なるほどね。これを持って姉妹のどちらかに行けば。他には？ババさんが言っていた、見てもらった方が早いってものは。いろんな武器ですね。ブラックジャックとか、人を殺傷するためのものがやたらとあります。そう。つまりそういうことなんだなっていうのが、私には分かったのだけれど。どうして、人には、言葉ってものが必要なのかしらね。説明するのが面倒くさい。いいですね。物置で一人、どうして人には言葉ってものが、必要なのかしら。この映画のテーマになりそうだ。この監督、ムカつく。人は言葉を使うことで説明し、時には言葉を使わないことで説明する。要するに選択の自由を与えてくれるのです。物を言わなくなった被害者の言葉を探すのが、私たちの仕事ということね。今のセリフ、予告編で使います。君はだんだんお父上に似てきましたね。そんなこと言ってるの、お父様。実際には会ったことないですけどね。びっくりしたわ。危ないところだったわ。さあ、こんなことをしている場合じゃないです。この情報は一つに統合して考えられる人間に渡すべきです。え、俺、押し付けんなよ。ただその前に、私は姉妹の妹の方に会いたい。会いたい。ああ、茎が見逃している部分が必ずある。ライバルっぽいセリフ、いいですね。あら、それは、私も興味があるわね。ちょうど2階から茎さんとお姉様が、降りてくるところです。おやおや、捜査は進んでいるのかな？ああ、手がかりは集まりつつある。ではここで私の名推理を聞かせてやろう。偉いな。ちゃんとかませ犬になろうとしてる。その前に共有していない推理を伝えておく。おそらく、赤星さんの部屋から飛び降りたのは、俺よりも小柄な人間だ。靴だけ、27センチのものを履いて飛び降りたはずだ。はい。足跡は、偽装の可能性があります。その推理、おそらく間違ってはいないだろう。1階の住人たちも体重の軽い人間が飛び降りたような音を聞いている。だから、俺は、おそらく女性が飛び降りたのではないかと思っている。おお、さすがは茎。そしてドタバタしてから窓が開く音。ただ一人だけ、窓が開いてからドタバタだという証言をしている人間がいる。お姉さんのカナさんです。これについては推理があるが、今は語らないでおこう。ああ、そんな推理、どうせ間違っている。あ、犯人の見当がついてるのなら、全員集めて犯人当てをやりますよ。犯人当てパートがあるの？サスペンスは、こら、とりあえず崖とかに場所移動するじゃないですか。ナイフとか見せたいのに間が悪くて困ってるわ。口を挟めないこの感じ。話せるのはこれくらいだ。と言って、一度シーンを聞く。編集点を作ってます。キリコ君、決定的な証拠を茎に見せてやりたまえ。私が発見した決定的証拠をね。先ほど倉庫で見つけた様々な人を殺す道具の中に、5本のコンバットナイフがあったの。これがそのうちの1本。そして、スタッフが用意してくれた指紋検出の道具で、一人分の指紋が検出されたわ。これが決定的な証拠だ。だが私はこれを使わない。私と茎さんが見た赤星さんの死体の視察痕と、このナイフの刃は、おそらく一致するのではないかと思うわ。なるほど。おい、監督。なんです？ルミノール試験薬みたいなのある？ありますよ。ちょうだい。いいですよ。さっと出てきちゃった。そうね。
そういうこともあるわよね。映画の撮影だもの。それくらい用意してるわ。ルミノール試験は優秀でね。血の反応は洗ったくらいじゃ消えないんだよ。うん、そうね。血が飛び散っている場所がこれでわかるというわけだ。なんですって。つまり殺害現場がわかるかもしれないということね。だからまず赤星さんの部屋に確認しに行こう。それくらいの情報は田中にもくれてやる。必要ない。君だけの情報に従え。その凶器も君にくれてやろう。赤星さんの部屋でルミノール試験薬を使いました。血が壁まで飛び散っているのがわかります。殺害現場はここで間違いなさそうだ。でも俺医者だけどさ、一日でミイラ作る方法とかは全然わかんないんだよな。怪異だよね。その間私は妹の部屋に単身乗り込みます。はあ、あなたも探偵さんですか。探偵田中と申します。ですが話を聞きに来たわけじゃない。部屋に入れていただいてよろしいですか。あまり人を部屋には入れたくないんですけど。断ると犯人もしくはそれに近い人間と判断されてしまいますが、それでもよろしいですか。私やってませんし。プー、どうしようかな。意気揚々と言ったのに割とノープランだぞ、あの野郎。あなたは愛のあまり彼を殺した。私はそう睨んでいる。私が彼を殺すわけないでしょ。いえ、結果としてそれが彼を殺すことになったのです。キョトーン。えい、どくんだ。ここに証拠があるはずだ。私は謎さえ解ければそれでいい。こら、悪い探偵なのね。やめてください、やめてください。花さんは足首を押さえてうずくまります。本当に怪我だったのか。そういうバイオレンスいいですね。そのまま部屋に入り込みます。そして部屋を見渡して音の出そうな機械を探します。 iPad がありますね。最近再生した曲をかけます。生き物がかりです。何なんですか。もっとバイオレンスにしていきましょう。つかつかと妹さんに近づいていってパーン、頬を叩く。叩いた。貴様、お前がやったんだろう。私はやってません。私その場にいたら田中さんを2階から投げ落としてるわ。これ、妹の部屋隣だから、バーン、キャ、貴様って声は多分聞こえてきてると思う。そろそろ地獄の足音が近づいていくわよ。もう犯人は分かっているんだ。指紋のついた凶器もある。そして私にはトリックもすでに分かっている。私じゃないって言ってるでしょ。よし、これくらいでいいか。すっと手を出して立たせようとします。仕込みは終わりました。失礼したね、レディ。今さら優しくしても。え、何この人怖い。私なんで叩かれたの。すごい音が聞こえてきたのだけど。気のせいです。撮影の一環です。本当でしょうね。リアクションでしたよ。もしそれが犯罪に関わるようなことだったらあなたたち全員投げ飛ばすわよ。大丈夫です、撮影なんて。条件は全て揃った。マジか、すげえな。私の方が先に正解にたどり着いた。ホームズも言っている。可能な方法を一つ一つ消していけば最後に残ったものはどんなに奇妙でも真実であると。私は消去法により一つの確信を得た。君のたどり着いていない真実にな。そしてステッキで床をカッカッと叩く。ステッキ、どこから出したんだよ。小道具さんがそっとステッキを持たせていました。監督、クライマックスはどこでやるんですか。どこがいいですか。じゃあ全員に事件の説明をするから玄関のところに集まってって伝えてもらって。はい、次回解決編ですね。